こんにちは、トミーです。今日は私が今大好きな NiziU についてお話をしたいと思います。あのメンバーのここが好きとか、あの名シーンのここが感動したとか、たくさんお話ししたいと思いますので、よければご覧ください。はい、では早速一人ずつ好きなところをご紹介していきます。まずは NiziU のメンバーのリーダーまこちゃんからお話をしていきます。まこちゃんの好きなところはあのどのステージを見ててもなんか目がまこちゃんに行っちゃうんですよね。歌もうまいしダンスもうまいんですけどなんかそれ以上に目が惹かれるものがあるというか本当に例えば自分もステージで緊張しているはずなのに周りのメンバーに声をかけて励ましてたりそういう優しいところとか努力家なところが本当に好きです。まこちゃんがいるとチームワークが素晴らしくて私的に例えば9人で花一もめをするとしたら一番にまこちゃんが欲しいって言いたいぐらいチームに必要不可欠な存在です。なんか大げさに聞こえるかもしれないんですけど人生を学んだというかまこちゃんが本当に努力家で努力することは誰でもできるんですけどもう努力を続けるっていうことをまこちゃんから学びました。本当にそれぐらい人としても歌手としても素晴らしいなと思います。で一番まこちゃんの好きなシーンはソンミさんの24時間じゃ足りないっていう曲なんですけどまこちゃんが一人で踊るシーンなんですけどすごくセクシーで色っぽくて本当になんかまだ10代なのかなってくらい本当に大人っぽくて魅力がたっぷり詰まったステージでした。そう、それが一番好きですね、私は。でも本当どの曲、どのステージも本当に素晴らしくていつも感動するんですけど期待を裏切ってくるような本当にパフォーマンスが素晴らしいです。はい、では次リオちゃんです。リオちゃんの魅力はまず体のラインがものすごく綺麗で、まあ、普段からもめちゃくちゃスタイルが良くて綺麗なんですけど本当にダンスになるとすごく綺麗なんですよね。地域予選の時のリオちゃんが私的にすごくタイプで全部前髪も全部後ろで止めてやってる時のリオちゃんが本当人魚さんみたいな可愛さなんですけどでも本当にめちゃくちゃ負けず嫌いなんですよ、リオちゃんは。運動会の時もかけっこの時も一番だったし椅子取りゲームの時も最後まで残っていて本当に負けず嫌いなんだなって思ったのとでもなんかリオちゃんって人間っぽいというか本当に悲しい時は顔に出るし悔しい時も顔に出るしでもなんかその人間っぽさがすごい私は好きで IC のリオちゃんがすごくキラキラしててその時にすごい JR パークさんから褒められたんですけどその時のその喜び方がなんか泣くのをこらえながらベロ出してるシーンがあるんですけどすごいそこが可愛くて私は大好きです。でもやっぱりリオちゃんがステージを重ねるごとにどんどん頼られる存在というかなんて言うんだろうチームにいると安心感がある存在になっていくんですね。それがすごく見ていて感動してあすごいなって思いました。はい、あとおでこがめちゃくちゃ綺麗丸くてそこも好きです。はい、では次がりくちゃんです。りくちゃんは予選の時はすごい幼くて
今と全く全然私的に一番違う気がするんですけど、本当に幼いのに本当に急成長していて、なんか母性が出てくるぐらい、あんなにちっちゃかったのに本当にもう女性の大人っぽくなっていくのがすごくて好きです。あとは力強い歌声が大好きで、安定感があるんですよね歌声に。そう、あとはステージを重ねるごとにどんどん成長していって、あの感情が顔にすぐ出るタイプだなって思っていて、嬉しい時はもうニヤニヤが抑えられないというか、あとはまあ驚いた時は口をポカンって開いてたりとか、なんか顔に出ちゃうところが私は好きです。で、りくちゃんの一番好きなシーンは、ブンブンブンっていう歌を歌った時が一番好きなんですけど、あの青色の髪がすごい似合ってたのと、なんて言うんだろう、その時のりくちゃんは誰よりもなんかみんなを引っ張ってるような感じがして、本当にどんどん大人に魅力的になっていくなって思いました。はい、では次です。次はみーひちゃんです。みーひちゃんはもう誰が見てもなんか可愛いし、もうすごく人気なんですけど、私的にみーひちゃんの好きなところをまとめました。地域予選の時にあのまこちゃんとりまちゃんと一緒にいながら励まし合ってるんですけど、その最初にみーひちゃんが出番が来ていく時に振り返って投げキスをしたんですよ二人に。もうそこがたまらなく可愛くて、あとその時に歌ってた曲がその恋愛の曲だったんですけど、恋愛経験が自分はないから、その二人を思って歌ったって言ってたんですね、その感情を込めて。もうそれがなんか、はあ、可愛いと思って大好きになりました、その時から。あとはそのさっきも言ったんですけど、違う時の感情表現の仕方をそのノートにまとめて歌詞を書いて感情も書いてたんですけど、そのノートの字が綺麗であとノートのまとめ方がすごく綺麗で、そこも好きです。そのちょっとポイントがあれなんですけど、でまあ皆さんも 言わずもがなだと思うんですけど、ノーバディがもう本当にすごかったですね。本当に魅力的で綺麗で、綺麗としか言いようがないですね。あれは本当に感動しました。あの歌は夜寝る前とかに聴きたい曲です。はい、では次がニナちゃんです。ニナちゃんはそのまず驚いたのが、2年しかまだ日本にいてないって言ってたんですけど、本当に日本語が上手で本当に努力家なんだなって思いました。運動会の時とかもすごい負けず嫌いで、でもそれ負けず嫌いがないと勝ち残れないじゃないですか。だから本当に努力家で素敵なんだなって思ったのと、あとはやっぱり歌がもう上手すぎて、私男女ともに歌が上手い人が好きなんですけど、なのでもう初めて聞いた時からニナちゃんは大好きです。可愛いし、あの表情がすごい好きなんですよね。挑戦的な表情をする時があるじゃないですか。その時がすごい可愛いし、見ててはぁって思うんですよね。かっこいいし、そう、魅力的で、そのニナちゃんが歌うとなんか心が浄化されるというか、本当に透き通ってる歌声ってこういうことかって思うぐらい本当に綺麗で繊細で魅力がたっぷり詰まってる子だと思います。でさっきもちょっと出たんですけど、アイシーの時のみなちゃんの表情と歌声がすごい好きで、そのサビの透き通る声
が大好きで、あとはやっぱスタイルが抜群なので、どうしてもステージを見てると目がいってしまうんですよね。本当にキラキラしてる可愛い子です。可愛く自分の子供みたいに、はい、では次がリマちゃんです。リマちゃんはもうとにかく声が大好きです。本当に可愛くて、私この9人の中で一番友達にいたら嬉しいなって思う子がリマちゃんです。その理由としては、他のメンバーの感想を言ってる時に本当に心の底から思ってることを言ってるんだなって思った瞬間があって、そう、人のことを心の中からちゃんと思えるんだなって思ったのが大好きなポイントです。ポイントてか大好きな理由ですライバルとか思うんじゃなくて、なんていうの、仲間として思ってくれてるところが本当にこの子はいい子なんだなって思ったのと、他人をすごい褒めてるところがあるんですね。そこが本当にいいなって思ったのと、あとは愛嬌がすごいですよ。ああいう感じなのにある一面は甘えん坊で、そう、愛嬌があるって本当に強いなって思ったのが今ちゃんを見て思いました。そう、誰からも愛されるんだろうなって思いました。で、好きなシーンとしてはブンブンブンっていう曲の歌った時の今ちゃんがすごい存在感がすごくて、ダンスの踊り方もすごい好きだし、すごい上手いんですよね。その時のリマちゃんが一番目にいったというか、やっぱりラップもすごいし、本当に魅力が詰まったブンブンブンでした。はい、では次はまゆかちゃんです。まゆかちゃんは、私は一番まゆかちゃんの笑顔が好きで、本当に屈託のない笑顔をするんですよね。目が細くなって、そう、それがすっごい可愛くて、まゆかちゃんは私ステージでももちろん可愛いんですけど、その運動会だったり練習風景の映像が流れた時、まゆかちゃんがすごい可愛くてナチュラルでいい子なんだなって思いました。あとなんか途中で今日のベストフレンドはっていうコーナーがあるんですけど、その時にもう一番多く選ばれたのがまゆかちゃんで、やっぱり身近な人、周りのメンバーとかに愛されてる子って本当に魅力的だなって思うし、本当にいい子なんだなと思います。なんか人気な理由がわかりますね。人柄がすごい顔に出てるなと思います。あとはまゆかちゃんの好きなシーンはハートビートのまゆかちゃんがすごいかっこよくて、こういうちょっと私はできないんですけど、こういうやつあれがすごいかっこよくて、サビのなんか胸を突き出す振り付けがあるんですけど、あそこがすごい好きでかっこよくて、はい、あそこでよりまゆかちゃんのことが好きになりました。はい、では次はまやちゃんです。まやちゃんはもう私が一番推している子なんですけど、まやちゃんの好きなところは話し方がすごい丁寧で上品で落ち着いていて、なんかすごい話すだけで魅力が出る子だなと思います。他の子のステージを見ている時に映るまやちゃんが本当に満面の笑みで、自分のことを思ってるかのようにすごい笑顔で見てるのが、笑顔が本当に可愛いですね。なんかあれを見てるだけで泣きそうになるぐらいキラキラしてて、いつもニコニコしてるので、本当に心が綺麗なんだなと思います。でもステージに立った途端に本当に表情が一変するというか、めちゃくちゃかっこよくなるんですよね。セクシーになるし、
あの切り替えが本当に圧倒で本当に魅力的な子だなと思います。で、まやちゃんの一番好きなシーンがあの Swing Baby Baby という曲の時のまやちゃんがもう本当にかっこよすぎて、あの衣装もすごいまやちゃんに似合ってるし、表情が本当にたまらないんですよね。何十回もあのシングベイベイを見ました。本当にその時のまこちゃんとりおちゃんの3人のチームがすごい本当チームワークが良くて本当に綺麗でした。綺麗としか言いようがないくらい素敵でした。あとはフィールスペシャルのまやちゃんも本当に綺麗で、もう体のラインから何まで髪の毛の一本一本も綺麗で、ちょっともうオタクなんですけど、まやちゃんの。そう、本当に大好きな子です、まやちゃん。はい、では次、最後ですね。最後は、あやかちゃんです。あやかちゃんは、予選の時にテニス講座を開いたんですよ。テニス講座がめちゃくちゃ可愛くて、その時のっていうの顔も可愛いし、なんか全部可愛くてすごい、まあ、あの彩香ちゃんに似合っていて、でいつも笑っていて、やっぱりいつも笑ってる子の周りに人って集まるじゃないですか。彩香ちゃんの周りにいたくなるのがすごいわかるような、周りから愛されてるんだなと思います。彩香ちゃんがステージに立つとみんなが優しい顔をして可愛いって口を揃えて言ってるのがすごく好きです。あのみんなもまとめてあのシーンがすごい好きで、みーひちゃんとりまちゃんと3人で踊ったビリービリービリという曲があるんですけど、その曲がもう本当にあやかちゃんの魅力がめちゃくちゃ詰まってるなと思います。そう、すごいその時のあやかちゃんはもう韓国人の本当に可愛い女の子にしか見えないくらいすごいあの曲が合ってました。なんか見ててニヤニヤしちゃうんですよね。はい、以上です。ちょっとまとめてきたんですけど、うまく喋れなかったんですけど、私はもう NiziU のみんながすごい好きで、本当に元気と努力というか楽しさをいただきました。本当に NiziU と J.Park さんが好きでこの間人からで Make You Happy を歌ったんですけど、思った以上に歌えてなくて、自分がそれが悔しかったので、ちょっと練習してまたリベンジをしたいと思います。ダンスもこういうやつ練習したいと思います。はい、では最後までご覧いただきありがとうございました。よければコメント、NiziU好きのコメントの、あ、違う、 NiziU が大好きな方コメントお待ちしております。よければ高評価と登録もお待ちしてます。では最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。こんにちは、トミーです。8月22日土曜日に私のオンライン誕生祭を実施いたします。時間が2部制となっており、15時からの会と18時からの会があり、それぞれ各1時間となっています。詳しくは概要欄に貼ってある URL をご覧ください。イベントというものが初めてなのでとても緊張していますが、皆さんと直接お話しできるのを楽しみにしていますので、ぜひよろしくお願いいたします。